よいと、ガンの時間が来ました。イェイイェイ。はい、今回はですね、はい、神奈川県横浜市にやってきました。はい。はい、もう本当に寒いんですけど。寒いよ。もう深夜。うん。うん、もう12時ぐらいなんですけども、うん、今年最後の杉田屋さん。これはもうさ、うん、男二人の忘年会だから今日は。これはもう女人禁制ですから。アホか。もう相撲の土俵みたいな、もう土俵みたいなもんだから、こっちとら、こっちとら。腹、腹取って腹。お前、俺の方がすごいよ。2019年。うん。家系ナンバーワンのお店でしょ？そう。はい、ということでやっぱり今年最後味わいに行こうと行かなきゃダメでしょこれはもう、はい、ということで行ってきます。はい、それではゴー。じゃん、ラーメン杉田屋行きましょう。めっちゃ並んでる、すごいですね。想像してたけどやっぱね、濃いめを目濃いめを目この間のさ、うん、フェアちゃんのこれ見て、あれ見て、うん、確かにうまさだね。うまさです。Thank you.
いただきました。ごちそうさまでした。いやうまかった。うまかったね。もうなんだかんだ言って今日もさ、まあ、最初から言うけど、まあ、やっぱ感謝しちゃった。うん。やっぱり、うん、本当にマコは言うようにバランス最高。うん、そうなんだよね。うん、で今回ね、うん、あのお店の方も見てましたよと。うん、なんかちょっと言われて逆にプレッシャーかかったりもするんですけど、まあでもね、うん、1位だからね。そう。1位ということでね。うん。まあ、で今日ぶっちゃけ自分はかなりすっきりスープというか、はい、豚骨が重いスープじゃなかったんですけど、うん、だからあんまりこうスープに味変せずにもうね、うん、今日ご飯に、うん、最近胡椒多かったけど、はいはいはい、ご飯の方に刻み、うん、じゃなくてあのそうかすりおろし生姜か、はい、を入れて、うん、ちょっとまた新たなんか噛んでるなって噛んでるじゃないですか噛んでなんぼだよ忘年会だから飲んでないけど噛んでますけど、うんうん、あのそう初めてだけどねやってみて、うんもうこうスッキリをうまく食べる方法っていうのをまたこう編み出しつつ、うんうん、また今年はねこれで今日最後ですけど、うん、また来年に向けて頑張っていきたいなと、うん、今年最後ですかって聞かれましたもんね聞かれただってさおかしくないこの年末でまあ確かに俺らならまだ行きそうって思ったんだろうね、うん、でもさどんだけ来てたんだったよね確かに確かに、まあ、それぐらい本当に今年は本当に杉田屋さんにお世話になりました本当に来ましたね味はガツンなんですよ、うんうん、今日も、うんうん、だけどギリギリのとこで、うん、こうなんか上品さがあるっていうかそこがねでそれをさ物足りないとか静かじゃなくて品がいいって言わせるところがやっぱ杉田屋さんのなんか一線なんかこうあるところっていうかね本当にそう思いました、うんうん、うまいですねうまいっす、はい、ということで、はい、まだあるでしょ年内、まあ、杉田さんは今日ね挨拶もしたし、うん、まあもう男に言わないからもう今年はこれで終わり食べ納め、まあ、良いお年をって、ね、言っちゃったからね、うん、もう一回言ったらちょっとかっこ悪いでしょ、うん、まだあるでしょ行けるお店そうちょっとお前声が深夜だから深夜だけど行きたいですねはいはい分かりましたということでまた近いうちに行きましょう吉村屋さん食べ納めとうん場所行きましょうはいということでここまでご視聴ありがとうございましたありがとうございましたそれではまた